さらには7番のアレン・ダーラム、琉球一筋12年目、岸本龍一。もうここはもう川崎としては、ね、もうチーム一丸で乗り越えるしかないですよね。そうですね、かなりこのチームの懐状態は厳しいという川崎ブレイブサンダース。続いて轟き埋めてくれてますよね。そうですね、あのキングスのベンチ裏には大勢のキングスブースター来ています。さあティップオフです。まずはそのキングスのポジション、今村、もう一度ダーラム、2人がかりでいきますが、おっとウィンブッシュのスティール、トーマス・ウィンブッシュ、ボスハンドダンク、また選手のトップ、その15番の松脇です。決めました、持ち味のスリーポイント。ファールが鳴ってもフリースローラインです。スクリーンを使って松脇、松脇スリー打った、入った、残り時間10秒切りました。松脇残り5秒切った、時間がありません。ここから打ってきた、入りました。この距離はもうほぼロゴですね。いや本当そうですね。あーっと小ディフェンスに来ました。松脇、ダーラム、松脇通って決めました。いいダイブ、ショットクロック3秒。さあ時間がない、岸本リングに当たっている、アレックス・カーク決めた。まずはこの後半の立ち上がりは岸本のスリーポイントということになりました。いいダウン返した、ラスコ、ウィンブッシュ、ロスコアレンという第4クォーターの川崎の5人です。マスコの3、2本目来ました。そういった意味でもこの50というのはものすごい数値というわけですよね。じゃあキングス単独でもいけるかもしれないですね。うわー、松脇言うてるそばから今ので3ポイント 50% 上回ったということになります。もうウィンプッシュターンして美しいゴールを決めていきました。野崎の3、リバウンド取っている、マスターのリバウンド決めました。来た、ふわりと浮かして、あ、手を出した篠山、さらには通っている野崎、一旦後ろへ、もうスリーポイント、今回はどうだ、入った、4本目、篠山のリバウンド、ウィンブッシュ、ウィンブッシュ、篠山、2ポイント入った。これで今回はアウェーで川崎を下しました。B1 通算300勝達成。